私、ユン、14歳、中2。性格はノリでワイワイ騒ぐけど意外とさっぱり。MBTI は CUTE ってところかな。実は私、魔法少女になったばっかり。というのも、なぜか私たちにそっくりな悪の組織っぽい奴らから魔法の杖をこっそり盗んできちゃった。今そいつらに追われててどうしようって感じ。しっかりここに置いとくから奪われないかきちっと見張っててくれる？12時まで杖は誰にも渡さないでからね。それでは踊っていただきます。魔法少女ダイバーで杖奪っちゃってごめんね。アイブアクセンティア。